皆さんこんにちは。ようこそおいでくださいました。もうまだ雨降ってます？じゃんじゃん降ってます。陽気に降ってますか？私が来た時もかなりもう降ってましたけどね。あら、さっきの時よりも音響が随分響いてますね。なんか洞窟の中でやってるようでいいですね。おーいおーいいや、昨日ね、大沢優里の UU ワイドの中で2回も3回も行ってくださいました。今日はこの西武反応のペペの4回ペペポールでね、もう椿ペペ飛ばしながらね、大沢さんが宣伝してくださいまして、昨日ラジオで聞いたから来たよっていう方いらっしゃいますか？まあほとんどの方がそうですね。ラジオで言わなきゃ誰も来なかったので、ね、言ってくれてよかった本当にね。昨日は放送の最後にまおみしさんが入ってきましたね。よくまおみしさんすごいですよ。いつも赤い顔してますからね、あの方はね。酒焼けと申しましょうかね。まあ、赤鬼みたいな感じですけど、なんか午後1時からの小島恵子さんの番組にゲストで出るというので、その前に UU ワイドのスタジオに来て、なんかガチャガチャにして出てきましたけどもね。まあ、いつも放送でもガチャガチャでございますからね、見た目も鬼みたいでございましてね、子役、あの方は本当は役者なんでございます。知ってました？毒まみし三太夫さんは役者なんですよ、ね、顔はあんなんでも。いやいや子役の時からやってるんですから、なんつっても石井義さんっていうんですから。それで立川談志と知り合って、笑点かなんかのね、座布団運びの時に毒まみし三太夫なんて名前を付けてられたわけですけれどもね。まあ私もあんな芸名じゃなくてよかったなと思っておりますけれどね。やだよね、なんか毒まみし道代なんて名前だったら最悪ですね。どうやったって嬉しそうにないですもんね。まあ今日はお足元の悪い中、こうやって来てくださって、いつも UU ワイドでお色気大賞いやいややっておりますけれども、あのような品のないスケベの話をして下品な笑いをしてる女は一体どんな顔をしてるんだろうと、怖いもの見たさで来た方、やっぱりね怖いだろう。最初の方でね、来た方がリクエストで夫婦のれんを歌ってくれって言われて、まあさっきはさっきでね、リバイバル大阪っていう歌があったので、夫婦のれんを次の回で歌いますから、よかったら次の回も来てねって言ったら、いませんね。そうね、こないいつまでもいらないよね、私の歌聞いてさ、2時間見たらバカになっちゃいますからね。だから帰っちゃったんでしょうけどもね。まあ大体ね、こうやってただで来てリクエストすんなよと思ったんですけど。それでは、その先ほどリクエストしてくださった方の夫婦のれんという歌、これは大沢優里さんが私のために作曲してくれたの知ってました？作詞はちゃんとした作詞家の吉岡治先生がね、作詞してくださって、で作曲はろくでもない大沢優里さん。もうすごいです、あの方はもう天才なんですね。楽器使わないで作曲しましたから、ピアノとかギターなしで、もう口だけで。もういつも録音機械持ってたので、忘れもしない赤坂のレイクという飲み屋さんでね、なんだお前、吹けば飛ぶような屋台から俺だって作曲できるやね、吹けば飛ぶような屋台ほーほーと、それで録音しまして、2回歌ったら2回とも同じだったので、じゃあいいじゃないかということで、大沢優里作曲で、迫道夫が歌うことになりました。夫婦のれんから聴いてください。